ヘッセン・ダルムシュタットホーハクの紋章。1736年1789年のヘッセン・ダルムシュタット・ヘッセン・ダルムシュタットホーハク領は、新生ローマ帝国の両方国家。1567年にヘッセンホーハクフィリップ一世の4人の息子たちがヘッセンッホーハク領を分割相続した際に成立し、首都ダルムシュタットに置いた。 ナポレオン戦争の結果として1806年に神聖ローマ帝国が消滅するとヘッセン・ダルムシュタットはヘッセン大公国に昇格した。ヘッセン・ダルムシュタット砲白寮はヘッセン砲白フィリップ一世の4人の息子たちのうち一番年下のゲオルク一世の相続寮として成立した。1604年にヘッセン・マールブルク砲白寮の相続人が耐えると マールブルク法白領の継承をめぐって、カルバン派両方のヘッセンカッセルとルター派両方のヘッセンダルムシュタットの間で長期間にわたる激しい対立関係が生じた。ヘッセンカッセルの影響下にあったマールブルク大学がカルバン派大学だったため、ヘッセンダルムシュタット法白科はこれに対抗して1607年にルター派大学のギーセン大学を創設した。同族関係にある ヘッセン・カッセルとヘッセン・ダルムシュタットの争いは30年戦争にまで及び前者がプロテスタント側で戦ったのに対し、後者は神聖ローマ皇帝軍に味方をした。1803年の帝国代表社会議主要決議に伴う勢俗の諸両法の世俗化と売信化により、ヘッセン・ダルムシュタットは広大な近隣地域を事業に併合することができた。 ヘッセン・ダルムシュタットに組み込まれた、主な地域としては、ケルン大使教領の一部だったベスト・ファーレン公国、マインツ大使教領やボルムス使教領の一部があった。1806年の新生ローマ帝国消滅に、際して、ヘッセン家の課長であるヘッセン選帝公、ビルヘルム一世が廃位され、両国を没収されると、時のヘッセン・ダルムシュタット砲白ルートビヒ十世は、ヘッセン大公を講した。 ありがとうございます。